Preview。はい、皆さんこんにちは。始まりました、IPU ゴールキーパープロジェクト。まあ、コロナのですね、自粛期間が、終わりまして、皆さんもどんどん活動が始まっていると思います。我々関東大学もですね、6月、ですね、徐々に活動を始めていくことになると思います。そこでですね、活動自粛後の、ゴールキーパーに対してのトレーニングっていうところのガイドラインがですね、日本サッカー協会から、こういう形でですね、出ました。皆さんもですね、各チームにゴールキーパーコーチがいるチームばかりではないと思います。実際にですね、4種からですね2種、そして育成年代に対して、徐々に、段階的に行っていくようなトレーニングをレクチャーしてくれてます。まあ、我々のゴールキーパープロジェクトとしても、我々が発信するだけではなくてですね、このようなさまざまなところで発信されている方々のものも、紹介できたらなと思います。実際にですね、本当に気をつけることだったり、選手のですね、能力、そして合ったトレーニングを段階的に行うということですね。JFA のゴールキーパープロジェクトの、前田コーチがきちんと教えてくださってます。我々もそういった内容をですね、しっかりと、見てですね、勉強させていただきながら、大学サッカーの方に取り組んでいけたらなと思っています。ですね、概要欄の方に JFA の YouTube の URL を載せてますので、ぜひそちらから見ていただいて、皆さんの活動に生かしていただきたいなと思います。まあ、我々大学サッカーはですね、やはり、まあ、1ヶ月以上ですね、自宅で待機していて、まあ、自分たちで自宅でトレーニングしているとはいえどもですね、やはり筋力だったりですね、心肺機能の方もかなり低下していると思います。で、それを、まあ、取り戻すために、やはりこの YouTube で言われているように段階的に、トレーニングを積む必要があると思いますし、我々リーグだったり全国大会、そして天皇杯に向けても準備していきたいと思っています。またですね、コメント欄に私たちはこんなことしているよっていうような情報がありましたら、ぜひコメント欄に書いていただいてですね、情報を共有できたらなと思います。今日は非常に短い動画なんですけども、JFA からですね、このような、情報が発信されましたので、ぜひキーパーのファミリーの皆さん、ぜひ見ていただけたらなと思いまして、今回紹介をさせていただきます。この動画よろしければ評価をしていただき、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。